第10試合ホーストカップ女子スーパーライト級タイトルマッチ3分3ラウンドを行います。赤コーナー渡辺チーム所属ホーストカップ女子スーパーライト級王者溝口拓也。挑戦者熊谷マリーナ。レフェリー篠原ジャッジ伊沢岡宮本北岡。なお赤コーナー溝口貴子選手には激励賞が届いております。この試合は3ラウンド進行時引き分けの場合延長戦1ラウンドを行います。延長戦引き分けの場合は王者溝口貴子選手のドロー防衛となります。残り時間30秒。第1ラウンド終了。
コンド。ラウンド残りから30秒
残り時間30秒。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ水岡30対30ドロー、ジャッジ北岡30対29青熊谷、ジャッジ宮本29対29ドロー、以上両者ともに規定の2票に達しませんでした。このため延長戦1ラウンドを行います。なおこの試合は3ラウンド延長戦で引き分けの場合は王者高子選手のドロー防衛となります。延長戦はマスト判定ではございません。ラウンド4エクストララウンド。
残り時間30秒。判定の結果をお伝えします。ジャッジ水岡30対9青熊谷、ジャッジ北岡10対9青熊谷、ジャッジ宮本10対9青熊谷、以上3対0をもちまして勝者アコーナー熊谷マリーナー。ホーストカップ女子スーパーライト級王座獲得でございます。勝ちました熊谷選手にはチャンピオンベルトが贈られます。そして勝利者トロフィーが贈られます。続きまして勝利者賞が中島様、横井様、朝日医療販売株式会社様、東桜パクチー様より贈られます。それではこの後見事王座を獲得いたしました熊谷選手に一言いただきたいと思います。千葉から来ました、トライスター日本館の熊谷マリナです。今日はお忙しい中、応援に来ていただいて本当にありがとうございます。遠いところからは、北海道から、そして東京といろんなところからみんな応援しに来てくださいました。応援してくださっている皆さんのおかげでこのベルトを取ることができました。そして溝口選手、私と戦ってくださって本当にありがとうございます。何を忘れちゃったんですけど、一つだけ、もう何でも前なんですけど、頼れる友達が集まっちゃい、家族が自分はいなくて、助けてくださったのがうちのジムの木戸会長でした。木戸会長は私に仕事を与えてくれて、練習環境も与えてくれました。そしてこうやって、ベルトを取ることができました。会長本当にありがとうございます。これからも日々精進してまいりますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。見事ホースト
カップスーパーライト王座を獲得いたしました熊谷真理奈選手でした。今一度大きな大きな声援をお願いいたします。